初版の表紙、小公女は、アメリカの小説家、フランシス・ホジ・ソンバーネットによる、児童文学作品の一つ、雑誌、セント・ニコラスに連載された。連載終了後、1888年に、サラ・クルー・オア・ホ・ワット・ハップンド・アット・ミス・ミンチン・エスという題で、発表されたが、舞台化の成功と、読者からの投書に応じて大幅過失された、再版文からは、 エイリトル・プリンセスの題名で発行されている。1893年、若松静子によるセーラ・クルーの話という題名で、雑誌、少年園において連載が行われた。日本での紹介は、これが初となるが、この連載は若松の死により中断され、未完のままである。舞台は19世紀のイギリス。セーラ・クルーは英領であったインドで、 資産家の父ラルフクルーと共に暮らしていたが、7歳の頃、父の故郷イギリスのロンドンにある民賃ンン女子学院に入学する。父の要望もあり、特別寄宿生となったセイラだが、境遇を鼻にかけることもなく聡明で心、優しい性格で、たちまち人気者になる。10歳の頃、父はインドで友人であるクリス・フォードと共にダイヤモンド鉱山の事業を開始。 学院の経営者であるマリア・ミンチン委員長は多額の寄付金を目当てに、セイラの11歳の誕生日を盛大に祝うことを計画する。しかし、誕生祝いの最中に、父親の不法と事業破綻の知らせが届く。ミンチン委員長は、それまでの出資金、学費などを回収できなくなったとし、セイラの持ち物を差し押さえた上で、屋根裏部屋住まいの使用人として働くように命じ、 セイラの生活は一変した。突如訪れた不幸と、不慣れな貧しい暮らしの中でも、皇女様のつもりで、気高さと優しさを失わずに日々を過ごすセイラ。ある日、窓から迷い込んできた猿を届けに行ったことから、飼い主の不幸こそが父の親友であり、父の事業の成功を告げ、遺産を渡そうと、セイラを探し求めていたことが判明する。セイラは、 隣の家に引き取られ、貧しかった時に苦労を共にした、ベッキーも一緒に引き取り、幸せに暮らした。現代はいずれも、ザルトルプリンセス。ありがとうございます。